なんで日本に住むことになったの？良い質問です。私は高校でも大学でもどちらかといえば言語が好きだったんです。フランス語もドイツ語も高校で勉強したし、大学では両方とも勉強した。特にフランス語はかなり高いレベルまで勉強したんですよ。まあ読み書きは結構できたんですけど、喋るのは直接フランスに行ったことがなかったので、まあまあのレベルだったんですけど、ただ私は勝手にいつかフランスで仕事をするかなとずっと思ってたんですよ。それで大学を卒業してからニュージーランド政府の公務員の仕事について、通産省だったんですけど、通産省に入った理由の一つは海外の任務があるという理由だったんですよ。だから私は本当にそういうフランス語の経験があったので、もしかしたらフランスとか、あるいは南太平洋にニューカレドニアとかそういうところがあるので、もしかしたらそういう国に派遣されるかなと期待していたんですけど、でも通産省に入って2年半後だったかな、日本の大使館に誰かを送りたいという、まあ、何発表があって、興味がある人が応募するようにそのノーティスが出たんですよ。それで私は応募したら任命されたんです。びっくりしたんです。だから私は本当にその時は、まあ今考えてもらうと申し訳ないことなんですけど、私はそんなに日本に興味があったわけじゃないんですよ。ただまあ海外で仕事をしたかったので、日本に行かないかと聞かれた時にぜひ行かせてくださいと言ったんですよ。ただ日本に来る前は1回だけ、まあ5年ぐらいしか日本に来ないだろうと私は勝手に思ってたんですけど、結局はやっぱり日本に来て、日本が、まあ、日本語がある程度できるようになって、家内と結婚して、まあ、一緒に住むことになりまして、もう40年以上いますが、やっぱり家内が海外に住むよりは私は日本に住んだ方が我々にとって一番いいので、結局、まあ、日本に長年住むことになりました。また今うちの子供も孫もみんな東京に住んでおりますので、やっぱり家族一番大事ですので、死ぬまで日本に住むと思います。それでやっぱり日本がすごく好きになって、ね、その当時の友達も今でもいるし、だからやっぱりこれは運命といえば自分が決めた運命ではなく、基本的に政府がこの道を開いてくれたんですよ。本当に、ね、今はもちろん長く日本にいられるのをすごく嬉しく思ってるんですけど、ただ40年前はまさかこういう人生が待ってると想像もしてなかったんです。振り返ってみれば、いや変な話なんですけど、本当にちょっとうちから分からなかったんですよ。時にいつもかなりも